2、1、キャッホー。3人入ってます？入ってます。大丈夫。はい、今日はですね、企業仲間をとってみたということで、先週ですよね。先週。はい、初めてお知り合いになりました。寺田さんご夫妻がやっている上町アンサンブルコーヒーに来させていただいています。アンサンブルコーヒーの寺田さんと、それから奥様のQさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあアンサンブルコーヒーの紹介をお願いします。アンサンブルコーヒーはですね、今年の5月1日にオープンした、カフェなんですけど、なんて説明するの結構地元の方が結構来られることも多くて、そうですね、なんか憩いの場になればいいかなと思ってオープンしました。ありがとうございます。今日も今朝からね、お客さんが何組も来ていらっしゃいましたね。そして奥様のQさんは台湾ご出身なんですよね。はい、じゃあQさんも自己紹介お願いします。台湾人のQです。カフェでもいろんな台湾のお茶とかデザートを出していますので、みんな台湾の子供と好きになってくれれば嬉しいです。そう、日本語はとってもお上手なんで気軽にお話をしていただければと思うんですが、台湾の紅茶も飲めますし、あとはドライフルーツとかね、を販売していたり、あとおすすめは大行地。大行地。おすすめです。大行地って何ですか？台湾のゼリーみたいなものなんですけど、天然のゼラチン使ってない天然の台湾の植物から、自然に作ったゼリーです。そうなんですよ。不思議とですね、あれね、揉んでると粘着なんかネバネバになってきて、そのまま固まるんですよね。だから本当ゼラチンとかそういったものは使ってない自然だけのお水と自然のね、植物で作ったゼリー、体にとてもいいですので、ぜひ皆さん召し上がってみてください。はい、ということで、なんでこれアンサンブルっていうんですか？アンサンブル、合奏とかでよくアンサンブルって使いますよね。だからなんていうか、みんな一緒に一緒にみたいな。だから今まとめましたね。そうだから上町って音楽の町ですもんね。バッハホールがあったり、国立音楽院があったりと、音楽が盛んな町だったりするんですよ。ね、で結構個性的な若い方が多く住んでる町でもあるじゃないですか。ああ、そうなんですか。あれだと思います。だからぜひここからまたなんかね、いろんなアンサンブルが生まれていくといいですね。そうですね。ということで大変照れ屋な旦那様と